どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルホテルカテゴリー変更発表とですね、その対策についてね、解説やっていきたいというふうに思います。2021年の2月の6日、日付が変わったぐらいですね、マリオットボンボンホテルからホテルカテゴリー変更はですね、発表されたっていった感じになっております。でですね、カテゴリー変更とは何ですかってね、思ってる方もね、中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、こちらね、先に解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、カテゴリー変更というのはですね、マリオットボンボンホテルにはですね、ホテルごとにですね、振り分けられている数字っていうのがね、ありまして、これがね、ホテルごとに1から8でね、振り分けられているわけなんですけども、この数字がね、大きくなればなるほど宿泊料金だったりですね、またね、ポイントを利用した無料宿泊特典のね、必要ポイントっていうのがですね、上がっていくっていった形になっております。でですね、こちらがマリオットボンボンホテルのですね、ポイント宿泊時の必要ポイント数というふうになっておりまして、1から8までね、振り分けられているというふうに思うわけなんですけども、このホテルのカテゴリーがですね、変更するということで必要ポイント数がね、変わるっていった形になるんですよね。このマリオットボンボンホテルのですね、ホテルカテゴリーの変更はですね、毎年ね、3月3日にね、変更が行われているわけなんですけども、このカテゴリー変更によってですね、ポイント宿泊する際の必要ポイント数がね、上がったり下がったりするっていった感じになるわけなんですよね。まあこれでね、カテゴリーアップが多いとですね、解約なんてね、言われることもあるわけなんですけども、個人的にはですね、調整がね、入ってるっていうふうに思ってるわけなんですけども、やはりね、カテゴリーが上がるということはポイント宿泊した際にですね、必要ポイントがね、上がってしまうっていった形になりますんで、まあこれがね、やはり多いとですね、解約ってね、言われることも多いかななんていうふうに思っております。でですね、2021年にカテゴリーが変更になったホテルについてなんですけども、まあ、こんな感じになっておりまして、フェアフィールドのブランド、またですね、メズム東京、またね、モクシー大阪新梅田がですね、今回のホテルカテゴリーでですね、変更になるっていった形になっております。でですね、フェアフィールドのね、ブランドの10軒のホテルがですね、ホテルカテゴリーが4から3になってですね、モクシー新梅田がですね、5から4になりまして、メズム東京がね、6から7に変更になるっていった感じになるわけなんですよね。でですね、フェアフィールドがカテゴリー4から3になるということで、日本にあるね、マリオットボンボンホテルのカテゴリー3のホテルっていうのは4ポイントバイシェラトン函館しかね、なかったわけなんですけども、今回のね、カテゴリー変更によってですね、フェアフィールドのホテルもですね、カテゴリー3になったっていった感じになるわけなんですよね。でですね、こちらがポイント宿泊時のね、必要ポイントというふうになるわけなんですけども、今回ね、カテゴリー3になるということで、オフピークがね、15,000ポイント、スタンダード日が17,500ポイント、ピーク時が2万ポイントということで、まあもともとですね、宿泊料金がすごい高いね、ホテルではないんですけども、まあ1万5000ポイントから2万ポイントですね、一泊ね、宿泊することもできるっていった形になりますんで、かなりね、お得に利用できるのではないのかななんていうふうに思っております。またですね、目視新梅田ですね、カテゴリー5からカテゴリー4にね、変更になったということで、こちらね、3月3日からですね、オフピークは2万ポイント、スタンダード日は2万5000ポイント、ピーク時は3万ポイントですね、宿泊することができるっていった形になるんですよね。こちらもね、オフピークならね、2万ポイントということで、かなりね、必要ポイントがね、少ないっていった形になりますんで、利用しやすいのではないのかなというふうに思っております。でですね、今回のホテルカテゴリー上がったのはですね、メズム東京ホテルですね。こちらカテゴリー6から7にね、変更になりましたということで、ちょっとはですね、予想してた範囲ではあるわけなんですけども、世の中はですね、こんな感じになっておりますので、もしかしたらですね、変更ないかななんていうふうにね、思っていたわけなんですけども、今回のね、カテゴリー変更で6から7にね、変更になったっていった感じですね。まあ、私自身ですね、メズム東京ね、宿泊させていただいて、まあ、東京都内ですね、おすすめホテル聞かれるとね、メズム東京っていうぐらいですね、景色もいいですし、ラウンジもありまして、またね、新規ホテルということでホテルもね、とても綺麗ですしね、景色も最高っていう形になりますんで、このカテゴリー変更自体はですね、致し方ないのかななんていうふうに思っております。でですね、必要ポイントについてなんですけども、6から7にね、上がるというふうになりますんで、オフピークで5万ポイント、スタンダード日で6万ポイント、またですね、ピーク時は7
7万ポイントでね宿泊できるようになるっていう形になります。でですね、3月3日以降もですねオフピークならね5万ポイントで宿泊できるっていう形になりますんで、 SPG アメックスね保有されている方であればですね、更新時にねもらえる無料宿泊特典もですねオフピークにね限られるわけなんですけども、利用することがねできるっていった感じになります。それでは次にですね、一応ね調べさせていただいたんですけども、人気のねリゾート地のハワイに関してなんですけども、2021年ですねマリオットボンボイのホテルカテゴリー変更についてはですね、ハワイのホテルはですね一切ね変更がないっていった形になるんですよね。まあ2021年ね実際行けるかどうかはわからないんですけども、気になってる方もね結構いらっしゃるかなというふうに思いまして、こちらね調べさせていただいたんですけども、一切ないっていった形になっております。またねあんまりね気にされてる方ねいらっしゃらないかもしれないんですけども、アメリカニューヨークのですねホテルに関してもカテゴリー変更ね一切ないっていった感じになるわけなんですよね。それではですね、ホテルカテゴリー変更が発表されたということで、その対策についてですね、ホテルカテゴリーがね下がったホテルの予約を保有されている方に関してはですね、3月3日以降にですね予約変更ねしていただければなというふうに思っております。カテゴリーがね下がるっていった形になりますんで、必要ポイントもですね3月3日以降は少なくなるっていうふうになりますんで、その差額がね必要ポイント返ってくるっていった形になりますんで、3月3日以降にですね予約ね変更していただければなというふうに思います。でですね、予約を変更する際なんですけども、キャンセル規定に関してはですね確実にチェックしてからですね予約ね変更していただきたいなというふうに思います。こちらねキャンセル料がかかってしまうとですね意味がねないっていう形になりますんで、この点はね覚えておいてください。でですね、次にホテルカテゴリーが上がるメズム東京ですね、こちらねホテルカテゴリーが6から7にね上がるっていった形になりますんで、ポイント宿泊でね予約を保有されている方はですねそのままね利用していただければ、予約時のねポイントで宿泊することができるっていった形になっております。でですね、これからメズム東京にね宿泊を検討されている方についてはですね、3月3日までにですね予約するようにしていただきたいなというふうに思っております。でですね、2月6日現在ですね、マリオットボンボイホテルのポイント宿泊に関してはスーパーオフピークキャンペーンっていうのがやっておりますよね。オフピークのねポイントよりさらにね少ないポイントで宿泊することができるキャンペーンなんですけども、こちらね予約自体が2月の21日までね行われてるっていう風になっておりまして、またね宿泊期間に関しては2021年の9月の30日までですね、オフピークからさらにね少ないポイントでね宿泊することができますので、こちらね必要ポイントのね一覧っていう風になっているわけなんですけども、メズム東京はですね今現在ねホテルカテゴリー6という風になっておりますので、2021年の2月21日まではですね3万6000ポイントで予約することができるっていった形になっておりますので、もちろんねこちらはスーパーオフピークキャンペーンということで、オフピークが設定されているね日のみですねこのポイント数がね適用されるわけなんですけども、もしね3万6000ポイントでね予約されたい方であればですね、2月の21日までにね予約していただければなというふうに思います。もしねスタンダード日ピーク日にですね設定がされているのであればですね、3月3日までにですね予約ねしていただければなというふうに思います。でですね、ポイント宿泊の予約を入れる際なんですけども、マリオットボンボイホテルにはですねポイントアドバンスっていうね制度があるわけなんですけども、こちらはマリオットボンボイのねポイントがない状態であってもポイントで予約をね仮予約して後からねポイントが貯まったら支払うっていうね制度があるわけなんですけども、こちらはですね利用しないでくださいね。というのもこちらはですね仮予約っていった形になりまして、今ね少ないポイントで予約できたとしてもですね3月3日を過ぎたらですねカテゴリーアップした状態ですねポイント必要っていう風になりますんで、こちらね注意していただきたいなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイホテルカテゴリー変更発表についてね解説させていただきましたけれども、皆さんどうですかね、予想当たりましたでしょうかね。個人的にはですね三井京都こちらね上がるんじゃないかなっていう風に思ってたわけなんですけども、上がらなかったですね。三井京都ね私実際に昨年
宿泊したんですけども、元々の、ね、料金設定がかなり高いっていうのもありますし、またねサービスもとても良かったので上がるんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、蓋を開けてみたらね上がらなかったっていった感じになりますね。またリッツカールトン日光とかね JW マリオット奈良に関してもですね、結構ねいい評判を聞いてるわけなんですけども、変更なかったっていった感じになりますね。まあ、下がればね、まあ、利用しやすくなるわけなんですけども、上がってしまうとですね、まあ、利用しづらくはねなるかなというふうに思いますので、カテゴリーねアップしたのが一つのホテルだけだったっていうのはですね良かったかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。